こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンに、ま納品した FBA 納品の商品。まこの納品がね、個数を間違えたとか、まなんかそんな表示が出てるという時のね、ま対応方法です。まず、FBA 納品した商品が、まきちんと受け取られているかどうか、ね、確認する画面は、インベントリー画面の一番下、マネージ FBA シップメント、ここをクリックします。 そうすると、こういうふうに納品した、えー、設定が出てきますんで、これはね、their、え、problem、ー、と問題があるようにお前のシップメントと出てきてますんで、えー、その場合は、このビュープロブレムクリックしてください。そして画面,画面キャプチャーをください。そうすると、送った FBAID が、こうなって、プログレムが何か、ね。えー 1>, 1個しか送ってないことになってんのに2個受け取られてるというのが出てきました。そしたらね、このリソルブをクリックして画面キャプチャーをください。まあ、今回はね、間違えました。私が間違えてましたと。わかりましたというボタンしか出てこないんで、まあ、こちらをクリックして、手続き完了という形です。また別なね、表示になってることもありますし、まあ、全部今回と同じ対応でいいと。 いうわけでもないんで、まあなんかね、目立つ、今回ね、これ赤で出てますから目立ちますしね、なんかおかしいなと、なんかわかんないメール来たなというときはね、もうどんどん遠慮せず、この画面キャプチャー、これなんでしょうかというような形でね、送っていただいて質問していただければ、まあ今回のこの動画見たい、動画を作ったり、あるいはチャットワークでね、ナビしますんで、まあお気軽にご質問ください。ご質問、ご報告、お待ちしてます。 以上、アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。